コスモス編からの継続メンバーできました。高校2年生の三戸優奈です。前回成立できなくて、でも高校生のうちにやっぱりもう一回恋愛したいし、もう一回旅に出て素敵な人に出会えたらなと思ったので継続しました。自分から基本的にガツガツいけるタイプではないのですけど、でも旅に参加してるっていうことを考えたら、自分から行かないと何も始まらないと思うので自分から行きます。前回悔いはなく終わったんですけど、前回の旅を思い出しながら自分で行動できるように頑張ります。コスモス編からの継続メンバーで来ました。高校3年生の佐藤萌です。今回は久しぶりにちゃんと人のことを好きになって、でなんか結果はうまくいかなかったけど、やっぱなんか恋っていいな、恋愛っていいなって思って、もう高校卒業だから高校生最後にいい恋をして終わりたいなと思ってもう一回継続しました。割と好きになると周りが見えなくなるタイプで、なんか絶対無理って分かってても好きになっちゃうタイプで、あんまりいい恋愛でいい思い出があんまりないから、ないです。あんまりいい思い出がないです。今回は泣かないで帰りたいです。成立して笑顔で終わりたいなって思います。高校2年生黒沢美美、埼玉県出身です。前回すごくなんかいろいろ後悔して、なんかそれでなんか結構成立できなかったので、今回は悔いなく成立して帰れるように精一杯やりたいなと思って継続しました。好きなタイプは前までなんか見た目だとなんかこの塩顔とかだったんですけど、なんか最近そうでもなくて、なんかもう とりあえずなんか優しそうっていうか、優しくて、で自分より身長が高いくて、面白いっていうか、話が合う人がいいなって思ってます。普通になんか楽しく一緒に笑って過ごせるような声がしたいです。なんか、いて安心するみたいな、なんかそんな感じの声がしたい。コスモス編からの継続できました。高校2年生16歳北本勇です。お願いします。前回気持ちが決まらないまま旅が終わっちゃって、それで自分に対してすごい悔しい思いをしたので、今回はちゃんと気持ち切り替えてまた本気の恋を見つけたいなと思って継続しました。今まで彼女ができたことなくて、でそれで自分が思いを寄せるっていうこともほとんどなくて、本当に恋愛に関しては本当に全然わからないことだらけで、本当に不器用なんですけど、不器用なりにちゃんと不器用だからこそまっすぐ気持ちを伝えたいと思います。積極的にいけたらなって思います。朝顔編からの継続メンバーできました。高校2年生のトマストです。千葉県出身です。前回成立できなくて、次の旅ってか継続して成立して、彼女が欲しいなと思って新しく恋愛がしたいと思ってきました。彼女は高校生入ってからいないです。2年間いないです。欲しいです彼女。職業はギターです。前回は、ギターで、最後、弾いて歌ってアピールっていう風にしたけど、今回もどっかで弾けるタイミングがあればいいなとは思ってるんですけど、そ
っきも言ったんですけど、ギターだけじゃなくてちゃんと自分の考えたこととか言葉で思いを伝えられるようにしたいです。今回は朝顔編からの継続メンバーに来ました、中里真人です。前回は残念な結果に終わってしまって、なんか笑顔で終わることができなかったけど、前回笑顔で帰るという目標を達成できなかったから、今回は笑顔で帰りたいと思って継続しました。前黒髪だったんですけど、黒金、茶金っていう茶色と金かなに変えて、アッシュ、あ、メッシュか、メッシュ入れて髪の毛の色を変えました。なんか変化が欲しいと思って自分の中で変えました。自分的にはチャラくなった、笑顔で終われるように頑張ります。星屑のようなこの世界で照らされた光の先にいたんだ。君のままそのままが美しいから、それでいい、それだけでいい。たくさんの愛で溢れたなら、明けない夜の夢を見せてほしい。天竜はきっとまた傾くけど、ずっとずっと君と大好きです。これはもう気持ちは固まってて幸せになってほしいです。大好きです。